皆さん、またお目にかかりました。デモンストレーターの田原栄一です。今日ご紹介するのは、こちらの沖縄のレンズですね。2007年発売という風にありますから、今から、何年前 ?18 年前。違いましたね。 17年前発売のレンズということになりますが、2007年というと、トキナーが初めて APS-C フォーマットのデジタル一眼レフ専用レンズというのをトキナで発表したのが2004年。で、2005年のシパイの,あのカメラショーで発表したのが ATF-1242005 年ということですから、そこから2年後ですね、トキナーは ATX116、AT 1116 11の F2.8 と、そしてこの ATX165、そして ATX535 ということで、APS-C で F2.8 の第三元レンズを作るということをしたわけですね。この ATX の1650ということで、 165 Pro DX という名前が付いてるんですが、16mm から 50mm APS-C フォーマットですから2475相当ということになりますので、ちょうど標準ズームとして一番使いやすい領域に入ってるレンズということになりますね。特徴はもうこれ見て外観からわかる通り、従来のトキナーの ATX の 2870か 270AF ですね。270AF の特徴を引き継いだような、この仕上げですね。チリメント装仕上げの外観で黒に金ライン。そして、フォーカスクラッチで AF と MF がワンタッチで切り替えができると。 いう構造をとっているということで、マニュアルフォーカスのね、リングが非常に幅広に捉えているというところが ATX らしい良さを引き継いでいるということがわかりますね。ただ、AF のスピードを速くするために、このマニュアルフォーカス時の回転の幅は非常に狭いです。ここが無限で、ここで最短撮影距離0.3メーター30センチということになっちゃいますから、 本当にごくわずかな回転幅ということになりますね。さて、えー、これがどんなレンズで、どれぐらいのバランスで作られているかということをご覧いただきましょうか。外観サイズなんですけども、ここに現行品の 1116ATXI の 1116F2.8CF があります。並べてみるとほぼ同サイズということがわかりますね。そしてフィルターサイズが7 7ミリサイズと。 いうことが書かれています。これね、トキナーの常でして、この SD1650 の F2.8DX とか、トキナー ATX Pro といった名前は、このレンズの前側とかですね、名板に書かれるんですけども、本来の 故障である ATX165 Pro DX とはどこにも書かれてないということなんですが、まずこの当時のメーカー希望を誇り価格11万3000円ということで、確か ATX124 が9万円ですから、それよりもやや高めという値段設定ではあります。標準ズーム、大口径の標準ズームということで考えると、まあ値段的にはこういうものかという感じもしますね。そしてね、 トキナーの標準ズームって、それまでプロテクター凶枠ということで、ズームを回してもレンズが伸びないという構造だったのが、これがですね、16から50に伸ばしていくと、こういう具合で、50ミリ時では、そうですね、長さ方向が約1.5倍以上ですね、伸びてるという感じになりますね。しかも伸びるときにここは2段で伸びるということです。 外装はここがチリメント塗装なのに対して伸びる部分の共闘はこれはレザートーンという塗装にしてありますね。こういった具合で2段で伸びる共闘。まあ、ズーミングしたら伸びるというのはですね、この後のフルサイズの AF ズームレンズになりました ATX2470F2.8 Pro FX というレンズでもこういった構造になりましたね。 ということで、だいぶ他メーカーの標準ズームと似たような構成になってきているという ATX の165 Pro DX という感じです。ATX165 Pro DX を EOS7D に取り付けてみました。ちょうどバランス的にはね、ぴったりという感じです。これ年代的にもね、EOS7D とか、 あと、ニコンでは D2X とかね、フラッグシップが APS-C だった時代。まあ、キャノンさんは実際はね、e o ス 1DK というフルサイズ、あるいは APS-H サイズ1.3倍ぐらいのものが、えー、フラッグシップということだったんで、まあ、このあたりの APS-C フラッグシップとはちょうどぴったり合うといった仕様ですね。それではどんな感じで撮れるかというのを試してみたいと思います。 はい。これは EOS7D での動画ですね。AFMF 切り替えを今 MF にして最短指定距離0.3メーターあたりにピントが合うように、このレンズの位置を置いてるわけですが、今だん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 無限からピントリングを回して、これで今ピントが合った状態ですね。もちろん動画専用のレンズというわけではないので、こういったブリージングというのは、 ああるる程度あるつまりピント合わせていくとサイズ感が変わってくるということがあるということが分かりますねそして AF 一旦こうアウトフォーカスにしておいて今 AF にカチッと切り替えてこれでどうでしょうピント合わせを半押しにするとあれ動かないですねちょっと不調なようですねはいまあでもこういった時にもねマニュアルフォーカスにカチッと切り替えると はい、快適にピント合わせができるということですね。はい、そしてこれ F2.8 の状態のまま今 16mm の画角ということなんですがこれを 50mm 側まで変化させていくとこういった具合であかなり大きさ変わってきますね。でピントを調整して、はい、今 F2.8 の背景のボケ身と同時にこの金属の質感描写と。 いうのをご覧いただいている状況ですが、いかがでしょうか？なかなか素晴らしい描写といった感じがしますね。で、まあ、最短制距離 0.3m の時だとここまで大きく取れるということで、これ最短制距離の時の倍率が何倍かというのが、ちょっと今わからない状態ではありますが、かなり大きく取れるということがわかりますね。 この時のあの ATX165 Pro DX ですが、実はマニュアルフォーカスのね、このピントリングの方向をニコン用、キャノン用で作り分けるといったこともしてまして、まあフラッグシップのプロ用のデジタル一眼レフと一緒に使っていただくような、そういうようなことを考えて作られたレンズということでした。結構ね、重厚感があって、まずっしり重いと。 いた感じもしますけども、ただフルサイズのね、2470この後に出たのが 1kg ぐらいという大きなレンズでしたから、それに比べるとだいぶ軽くて取り回しがいいレンズだったんではないかなと思います。時のあの、まあ、ATX でね、APS-C フォーマットで F2.8 で一番有名なのはやっぱり11、16ということになるわけですが、まあ、標準の16、50、そして望遠の50、135と3本揃っていた時代があると。 いうことでの今日はご紹介 ATX165 Pro DX でした。このようなトキナーレンズというのもかつてありまして、それでデジタル一眼レフ時代ですね、いろんなラインナップで市場を盛り上げてたということですね。で、トキナーレンズ今、今現行品ではこの一眼レフ用です。トキナーの,の ATXi1116mm f2.8 cf と。 このレンズと、あとは ATXI1120mmF2.8CF という2本のこの広角ズームというのが現行品でありますので、今回ご紹介しているようなこのね、EOS7D のようなカメラと組み合わせて使うんであれば、こういったものをご検討いただければと思います。田原 H のこのチャンネルでは、 健康的なミュージアムにあったこういうようなレンズとかですね、えー、様々な時のレンズの知識というものも残していこうと思っておりますので、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。